はい、SP コウスケです。パララララパララララララン今日はですね、こちら瑞穂台にあるなんと今日から開店の無限様に来ております。この花を見てください。どうでした？どうでした？あ、どうですか？あ、どうですか？すごいですね。今日私のお知り合いのお店がオープンしました。はい、で、このね、中の方もちょっと、はい、よろしいですか？ガラスあった。え、ちょっと出来上がったら見せてください。で、こちらがですね、無限様のメニューになりまして、見えますか？はい。はい、で、お酒もこちらですね、居酒屋さんと、最後の締めのラーメンっていうのがね、おすすめってことで、今日はですね、今いろいろ食べました、はい、そしてラーメンの方をちょっとこちらで、はい、これが油そばですね、はい、でこちらが無限ラーメンですね、はい、ちょっと食レポしていきましょうか。はい、はい、失礼します。ではでは、これやっぱあれかな、油そばだから混ぜる。そう、やっぱ最初は混ぜた方がいいかもしれない。卵ね、溶いて、こんな感じで。あ、すごい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 、ものすごくないですか、そのチャーシューの、ね、量もね、すごいですよね。いっぱいある。いや、美味しそう、すごく美味しそうですね。ねえ、ちょっとじゃあごめんなさいね。はい、熱いかな、ちょっと熱い、はい、気をつけて。じゃあちょっと油そばいただきます。はい、ものすごいまろやかです。まろやかなんですね。まろやかな味で、なんだろう、すごくしつこくないんですよ。さっぱりしてる油そばですね、うん。チャーシューも食べていいですか？あ、じゃあチャーシューの方もお願いします。いただきます。はい、うん、溶けちゃう、溶けちゃう、この中で溶けちゃいますね。油そばくどくないのって、うん、本当やっぱ締めに持ってこいって感じで、めちゃめちゃいい感じ。完全にいいですね。うん、いや、ちょっとこちら、はい、一口食べていいですか？あ、どうぞどうぞ。無限ラーメン。無限ラーメンで、はい。失礼します。無限ラーメンの、じゃちょっと汁と、はい、汁と、お肉ですか？そう、お肉と、まずお肉を。うん。なんだろう。どんな？あの、もつ煮。うんうんうん。うん。さっき実はちょっともつ煮食べたんですけども、もつ煮がちょっと、なんだろう、うんうん、ラーメンというか、なんて言うんだろうな。すいません、ちょっともう一回。はい、どうぞ。うんうん、さっぱりしてました、すいません。さっぱりしてて、こちらのおすすめなんですけども、はい、さっき食べた中でそう、すごく美味しいと思ったのは、このちくわサラダ。ごめんなさい、熊本県ご当地メニューで、うん、揚げたちくわの中にポテトサラダが入ってるような感じで、うん、ものすごい美味しかったんですよ。とっても美味しかった、ね、あとね、なんだっけ、旨塩、ネギ、ネギもすごく美味しい、うん、さっぱりしてて、ね、なのでこちらのお店なんですが、うん、夕方の6時から朝は5時までやっておりますので、はい、瑞穂台の、うん、住所はこちらどうしてやったんですか？住所は瑞穂台の1丁目、あ、1丁目の1-9ですね、うん、そうですね。なので瑞穂台の駅からあのすぐ近いので、東口 で朝までやっておりますので、よかったら皆様来てください。はい、ということで、SP コウスケでした。はい、またね、はい、バイチャー。